はい、ヒルビル放送局、ワケありダイエットウォークのマコネーです。スプーンで、お聞きの皆様と、お久しぶりです。で、YouTube でご覧の皆様、そう、ちょっと配信が遅くなって、ごめんなさい。と、これね、昨日分のお話をしてます。はい。まあ、どういうことかというと、そう、昨日だな。昨日ね、収録したのを、キャリダイエットウォークってね、歩きながら収録したのを、保存するの忘れちゃって消しちゃったのよ。結果的に、収録されてなくて、で、スプーンの配信はできなく、で、まあ、慌てて、まあ、帰ってきてからね、コーディングし、収録し直してコーディングしたんだけど、コーディングは間に合わず、まあ、結局、YouTube の方の配信も遅くなったと。まあ、そんなわけで、今日から気を取り直して、失敗は失敗。同じような失敗2回目だよね。まあ、失敗は失敗で、まあ、受け入れて、まあ、気を取り直してやっていきたいと思います。まあ、そんなわけで、今日も、片道40分ぐらいのお話にお付き合いください。まあ、さて、そういうわけで今日はですね、何の話をしようかというと、ウルトラマン、仮面ライダー、そして、スーパー戦隊シリーズという流れの特撮のお話をしたいと思います。まあ、そこにね、ゴジラが入ってきてもいいと思うんだけど、そう、まあ、怪獣映画。てかね、私ね、まあ、今思うと、本当特撮に胸をときめかして見てたのは、本当ね、小学低学年ぐらいまでだったんじゃないかな。そう。うん。多分ね。まあ私が今47だから、まあ仮面ライダーとか、仮面ライダーとスーパーワンとかさ、そう、ウルトラマンだと、ウルトラマン80とか、そう、あそこら辺が、まあ、ズドンドンピシャの世代なんだけど、そう、スーパー戦隊シリーズは、サンバルカンとか、ダイナマンは見て、ダイナマンまでは、まあ、見てた気がするな。そう、うん。まあ、弟がね、ダイナマン好きで、そう、いや、そう思うとやっぱりダイナマン、見てたかどうか微妙ぐらい。いや、でも見てたな。そっから先は多分見てない。そう。でも、YouTube の特撮を紹介してるチャンネルとかは結構見るのよ。過去の特撮とかね。そう。あとね、メタルダー、ギャバンの、宇宙刑事シリーズは見てたな。ギャバンとシャリパーとシャイダーまでは見てたな。そっからね、ジャスピオンとかまあそういうのいろいろあったけど、それは見てない。うん。そう。で、そうだな。そう。あとは、まあそんなもんかな。ウルトラマンはね、ウルトラマンは、ほら、アメリカのさ、ウルトラマン、ウルトラマングレートとか、あったじゃん。そう。あのシリーズは見たけど、でも、平成ウルトラマンは、そう、ティガーは見てない。そう。そう、まあ、そんな感じで、なんで急に特撮の話をしたかというと、私は毎週、金曜日の15時から、15時に、映画大人の教科書だっていう、ポッドキャストを配信してんだけど、そう、のポッドキャストが、まあ今日ね、ゴールデンウィークっていうことで、ゴールデンウィークの5月3日から、なんだっけ、そう、今やってる、そう、ペッパーセンターシリーズの、まあ、新旧ごちゃ混ぜ VSK の、映画が公開なのよ。そう。で、まあ、それの、私のやってるポッドキャストの映画のポッドキャストは、まあ、T ジョイ長岡の、最新映画情報をお話ししてるんだけども、まあね、そう、ドンブラザーズだ。ドンブラザーズの映画も、まあ、最新映画なんで、まあ、お話ししたんだけど、まあね、今週特に私ね、ちょっと苦手な分野の映画が多かったから そうそう、苦手な分野の映画が多かったのよ。まあ、マーベリー、そう、アメリカのね、マーベルコミック系の映画だとかそう、スーパー戦隊シリーズの映画だとか、そうそう、
見たことないアニメの、続編だとか見たことないアニメの続編でも、まあ、あらすじぐらいは見てたりするしさ、そう。でも、私が全然アニメにタッチしなかった時代の、そう、映画だと、みたいな感じで、今週は、4本中3本が、まあ、ちょっとね、私とちょっとね、あんまりも遠慮という感じの映画で、まあ、おしゃべりがね、ちょっとね、もさっとしてたのよ。と、それでちょっと消化不良気味で、なんかさ、もさもさしてる中で、まあ、特撮の話をしようかっていうのは、まあ、今日の流れなのよ。と、で、まあ、特撮の話なんだけど、なんだろう、私ね、アメリカのね、SF、もうね、SF の映画も、言われてみればそんなに好きじゃなかったかな。まあでも中学高校ぐらいまでは面白いと思って見てたよね。ロボコップとか。そう。まあそれ以降はなんかちょっと冷めて見てた気がする。そう。だからさ、スターウォーズの、まあ、セカンドシリーズ、そう、エピソード、のね。あれ、時代が前後するからよくわかんないんだけど、そう、はもうね、もう冷めて見てて、面白くなかったな。でもね、昔からあるさ、宇宙戦艦ヤマトの、そう、そう、実写版とかは面白いと思って見てたし、まあ、全部が全部ってわけじゃないんだけど、なんとなく SF も、極端に現実離れしすぎてるものは、なんかね、ちょっとね、敬遠しちゃう、特に実写映画は敬遠しちゃう傾向がある。そう、うん。まあ、特にね、アメコミ系の映画は、そうね、まあね、映画館で働いてた頃とかね、やっぱ見たし、X-Men とか面白かったけどね。まあ基本的にはアメコミ系の映画は苦手で、特にスパイダーマン、スーパーマンはちょっと苦手だな。そう。まあうちのね、お父さんはね、そういうの大好きなんだけどね。私はちょっと苦手なんだよね。うん、まあそんな感じでさ、まあ、特撮も、なんか、特にスーパー戦隊シリーズのやつは、なんか昔はさ、まあ私が見てた頃、昔はさ、本当なんだろう、巨大、人間サイズのさ、敵が倒されて、そしたら、巨大な敵になって、で、それを巨大ロボットが倒すみたいな。で、巨大ロボットが、よし、勝ったぞ、みたいな感じで、ちゃんちゃん、みたいな話じゃん。そう、巨大ロボットが、もうほんとさ、段ボールで作ったような、カクカクのさ、動き、なのを見て、なんかね、私はさ、そう、リアル感を感じなくて、そう、面白いって思わなかったんだよね。そう、そう思い始めると、もう、そういうふうに思い始めると、もう全然受け入れられなくて、まあ、そっからね、スーパーセンターシリーズは全然見なくなった。多分それがね、小学校1、2年だと思うな。うん。で、仮面ライダーはさ、もっと前から苦手で、私ね、気持ち悪いのとか怖いのとかが嫌でさ、嫌で、そう、仮面ライダー本当、なんだろう、もう再放送とかで見てた、仮面ライダー1、は、普通の仮面ライダーはまあそうでもなかったんだけど、仮面ライダー V3 がね、まあ怖くてグロくて気持ち悪くてみたいな感じで、そう、なんかもうそっからトラウマで、仮面ライダーあんま好きになれなくて、でも仮面ライダーのスーパー1は面白かった。スーパー1じゃなくて、スカイライダーはすごく面白くて見てた。うん、歌も好き。でもスーパー1になってから、なんかなんか夜の7時とか、7時半とかだったんでね、放送が。そう、なんか、チャンネルの取り合いで、勝手に、ま、お父さんに負けて、だんだん見なくなっちゃって、まあ、そのうち見なくなっちゃったって感じかな。もう、ウルトラマンはね、ちょうど、80以降、しばらく日本のウルトラマン作られなかったじゃん。そう、まあ、だからまあ、すっごい何年かぶりに出たのが、
アルトラマングレードとかだったわけでね。そう、アメリカでリバイバルしました、みたいな感じで。そう、うん。でも、ウルトラマンはね、なんか、私にはね、なんか特撮が面白くて、そう、特撮の技術を、見るのが、まあ、特撮が面白かったんだよね。そう、内容よりも。うん。そう、だからね、あんまり内容覚えてないんだけど、でもなんかやったらいっぱい見てたのが、ウルトラマンエースと、ウルトラマンエースと、なんだっけ、ウルトラマンレオはすごい好きだった。うん。そう。でもね、ウルトラマン太郎はあんまり好きじゃなかった。そう。で、帰ってきたウルトラマンと、普通のウルトラマンは、そもそもあんまり見たことない。そう。見てると思うんだけどね、記憶にないか、あんまり印象が良くないかなって感じで、そう、ウルトラ Q とかはもう全然ね、ちょっと上の世代だから全然わかんないかな。そう、そんな感じで、特撮系の、ので、まあ今でもね、まあ関心を持って、やってれば見るっていうのは、ウルトラマンのシリーズだな。というのは、ウルトラマンもさ、ニュージェネシリーズが出てきて、そう、ギャラクシーウォーズのシリーズがさ、YouTube で発信されるようになってから、見たらさ、そう、なんかスケール感がね、私が見てもまあ面白いかなと思うようなスケール感でさ、うん、なんかね、昔のウルトラマンもさ、その、大きいスケール感を出そうとして一生懸命頑張ってた感じだけは分かってるのよ。そう。まあ、それで、ウルトラマンシード?オーブあたりから見たかな。オーブ、シード。そう。でもそっからよく分かんなくて、Z で見直して、Z が面白かったんだよ。Z で見直して、その後、また、まあ、離れてたかな。そう。まあ、でもね、映画はね、ウルトラマンの映画はね、結構ちょいちょい見てて、そう。ちょいちょい見てて、まあ、なんだかんだ言って、劇場は行かないかったけど、結構見てるかな。そう。でもさ、平成仮面ライダーとか、平成ライダーとか、平成とか令和になってからの、スーパー戦隊は、まあ、全然知らない。そう。なんかさ、そう、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどさ、無理やり続けてるって感じでさ、ネタの焼き回しみたいな感じの、新しいニュアンス入れのさ、なんか見てるこっちがなんか、ああ、作ってる方が苦しいんだろうな、みたいな感じが見え隠れちゃって、なんか楽しめないんだよね。逆に、ウルトラマンのシリーズはさ、なんだろう、作ってる監督さんによってさ、随分特撮の色合いが違っててさ、そう、その監督さんの色合いを見て、あ、今日の内容はその特撮面白かったわとか、演出良かったんじゃないとかいうところを、なんか、超大人の目線で見てるのが好きなのよ。逆に、そのスーパー戦隊も仮面ライダーも、どうもね、内容はね、好きな友達とかを聞くと、内容ね、見るとすっごい面白いと思うよ、ハマると思うよ、とか言うんだけど、まあ、いまいちね、いまいち、感情移入ができないのと、そう、やったらいろんなキャラクターが出てきて、もうさ、キャラクター一人一人に感情移入するぐらい、真剣に見ないと、面白みを感じないんだよね。そう、だからそこまでさ、一人一人のキャラクターに感情移入するまで見たいかってなると、まあ、仮面ライダーもスーパー戦隊のシリーズもさ、そんなことがなく、となると、まあ、足が向かなくなっちゃうっていうのが、まあ、正直なところ。うん。それで、まあ、結局、まあ、仮面ライダー、ウルトラマンを、まあ、ちょろっと見るっていう感じなんだけど、そう、まあ、そうかだけどね、ウルトラマンもさ、そう、ナンバリングシリーズっていうか、まあ、新しいウルトラマンが出てくるシリーズと、過去の作品をさ、編集して、うまく場を繋いでるさ、シリーズがあるじゃない。ね、うまく場を繋いでるシリーズは、そう、まあね、
過去作全部見てきた人にとってみれば、お宝映像の連続なんだろうけど、私みたいにさ、特撮技術どうのこうのとか、そういうところ見てる私にとっては、なんかね、全然面白くなくて、いや、目玉臭いなぁなんて思って見ちゃったんだよね。まあそういえばさ、平成ライダーが出た頃はさ、そう、やっぱね、かっこいい俳優さんいっぱい出てるからさ、そう、友達にイケメン大好きお姉さんホイホイ、イケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画同様に、イケメン大好きお姉さんたちに、すごい面白いイケメンいっぱい出てたしって言って、で、すごくさ、見ようよって言って誘われたこともあるんだけど、まあ、そもそもね、私はさ、イケジーかシブジーが好きで、そう、どっちかと、ウルトラマンに出てくる隊長さんとか、メカニックの人とか、と、ちょっと、もうちょっと大人っぽい雰囲気の人が好きだから、やっぱ仮面ライダーって、ほんと仮面ライダーもスーパー戦隊も、もうなんかもう超子供子供してて、なんか、思い入れが持てないわけ。まあ結果的に、まあ見なくなっちゃったんだけど、そう思うとさ、こう、まあ、まあ仮面ライダーの映画もさ、スーパー戦隊の映画もさ、まあ毎年作られてるよ、毎年。そう、仮面ライダーは春休みかな。そう、で、スーパー戦隊はゴールデンウィークかな。そう。で、ウルトラマンが、まあ、何年かに一回、やるみたいな感じなのかな。そう。うん。まあ、スーパーギャラクシーのシリーズとか、まあ、劇場でやったらまた迫力あって面白いと思うけどね。まあ、そこはね、お金に余裕があって、お金に余裕がある作り方をしてるか、まあ、ギリギリで作ってるかっていうところもあるかもしんないね。うん。そう。まあみんなどうだろう。家にさ、男の子がいればね、お父さん一緒に見てるなんていうこともあるかもしれないし、まあ私の周り、今のね、私の周りには、まあいいお年になっても特撮大好きっていう人いないからさ、アニメ大好きって人はいっぱいいるけど、特撮大好きって人いないから、まあ、あんまり、そういう話することはないんだけど。まあでもね、YouTube チャンネルの特撮紹介のさ、そう、パンナちゃんっているんだけど、パンナちゃんのさ、特撮、動画は結構見てる。うん、なんかね、裏話とか、よくまあそんな情報を探してきてくるな、みたいな裏話とか、見てるのが面白くて、へえ、そんなことがあったんだ、とか、こんな番組があったんだ、とか言って見てるの、と、すごい好きなの。うん。だからね、特撮が好きじゃない、好きかどうかっていうわけじゃなくて、特撮は好きなんだけども、まあね、ストーリーがなんか、おこちゃまおこちゃましすぎてるものは、ストーリーはっていうか、キャラクター構成がおこちゃまおこちゃましすぎてるのは、ちょっと、好きじゃないな。そう。まあ、ウルトラマンもね、その時のキャラクターによってさ、まあ大人してる感じのウルトラマンもいれば、そう、もう子供子供したいウルトラマンもいて、そう、まあそれもね、好き好きあるけどさ、そう。で、まあ今年さ、新仮面ライダーが公開されたじゃん。去年は新ウルトラマン見て、そう、まあ私新ウルトラマン見に行って、そう、事前に新ウルトラマン見た直後に、いろんなさ、伏線とか、まあいろんなね、オマージュとか、がどういう風に散りばめられたかっていうのを、まあ、知ったから、あ、なるほどねっていう風に思ったけど、そう、まあ私はね、新ウルトラマンは、すごく面白かった。うん、で新仮面ライダー見てないから何とも言えないんだけども、さあ、昨日たまたま、それで、それこそ、ポッドキャスト配信するのに、TJOY のホームページ見たら、今新仮面ライダーとさ、そう、エヴァンゲリオン 3.0 だったかなが、一緒に同時公開になってて。エヴァまた作るのかね。まだエヴァで稼ぎたいのかな。もうエヴァはさ、もう菅野監督もう降りた方がいいよ。そう。だからもうこのままエヴァの話になっちゃいそうだけど、エヴァはね、私はね、エヴァンゲリオン、
は、東京に住んでた頃、横浜に住んでた頃にリアルタイムで、5時から見てたな。そう。で、確かね、エヴァンゲリオンが5時からやって、5時半からガンダムウィングやってたんだよ。そう。で、ガンダムウィングもさ、なんか突然いろんなガンダムがいっぱい出てきて、アナザー、あのストーリーで、いろんなガンダムが出てきて、まあ、主人公もさ、なんか、もうキラキラ系のさ、男の子たちばっかで、みたいな、そういうガンダムが、そうね、そう、G ガンダムの後だったな。そう、ウィンガンダムが G ガンダムの後で、G ガンダムは私はね、受け入れられなかったよ。そう、まあ、それで、そんな流れで、まあ、ウィンガンダムも、まあ、時間的に見れたから見てた感じなんだけど、そう、もしかしたら、ガンダムウィングが5時からだったかな。まあ、ちょっとどっちがどこか忘れちゃったけど、ちょうどね、バイト終わって帰ってくると、見れる時間だったんだよ。んで、エヴァを見たんだけど、ほんとさ、なんだろう、第1話から、もう、ほんと、すごいっていうような、演出の連続だったんだよね。エヴァは。うん。だからね、第1話から引きずり込まれて、で、劇場版に足を運んで、足を運んだのに、まあ、途中で終わるわ、みたいな感じで、そう、そっからね、当時セガサターンでね、エヴァのゲームが出たりしてて、まあ、ゲームとかも、ね、いろんな、こう、解説本とかも出てて、まあ、そういうのいっぱい読んで、まあ、そしてまた、真心を君に見に行って、みたいな感じで、うん。で、真心を君にを見に行った直後、一緒にね、見に行った友達とさ、もう本当、そっから、確かね、横浜の館内の映画館で見たんだけど、館内の映画館から、もう綱島に帰るまで、日吉で綱島に帰るまで、ほんと、友達と一緒に二人で無口。見たものが何だったかどうか自分の中で、頭の中で再構築するのに、無口。そう。まあ、今になって、で、その後ね、新劇場版のシリーズを、まあ、一通り見て、一応完結っていう感じで、見た、今となれば、そう、エヴァはほんと、まあ、心を君にで終わってよかったんだっていうふうに思う。うん。そう。私はね、新劇場版は、ぶっちゃけ、そう、ほんと、大人になった菅野、そう、菅野監督が、まあ、ちょっと大人になりすぎちゃって、もうほんと、クリエイターとしての、もう、完成の域を超えた先のもうさ、千人領域になってて、そう、もうしっかり大人の仕事をしてるわけじゃん。そう、大人の仕事をしきっちゃったエヴァンゲリオンとして見ると、なんかもう物足りない。退屈。内容もわかりやすすぎて。うん。そう、ああ、そうね、そういう風に終わるのね、みたいな感じの。うん。だから私はね、ほんと、ま、心君にまでのエヴァンゲリオンがすごい好き。そう。あのまま内容が全然変わらずに、リメイクするんだったら、ぜひね、買ってもいいなと思う。そう。うちはあんまね、DVD っていうか、まあ、今、サブスク中心だからさ、でも、コンテンツをあんまり買うってことないんだよ。私が買うのは、近くのね、シティジョイ長岡で上映されない、ヤマトのね、シリーズだっけ。あれ、ヤマトのシリーズは、もう公開日に、もう、アマプラで、販売されてて、公開日に買ってみることができるから、まあ、ね、遠くまで行かなくても、見れちゃうっていう、すごい便利なツールじゃない。で、まあ、私は、ヤマトは、まあ、持ってるかな？スマホでいつでも見れる。そう。うん。私もね、大好きなさ、まあ、たまにお話に出てくる、超アニオタの、お姉さん。お姉さん。うん。もう52歳だと思うんだけど、お姉さんは、旧ヤマトが好きなんだよね。私はね、旧ヤマトよりも、新ヤマトの方が好き。そう。新ヤマトの方が内容が面白い。
と思ってる。と、まあね、旧ヤマトも面白かったけどさ、あの時代の中にどっぷりハマってて見てたら面白いけど、聞いて今の目線で見ると、あんま、ちょっとね、都合良すぎじゃねえみたいな。そう、うん。まあそもそもね、あんまり松本零士さんの、作品が、まあ、ヤマトが松本零士さんの作品かって言ったら、まあ、そうとは言い切れない部分が多いけどさ、うん。基本的に松本零士さんの作品が、まあ、そんなに好きじゃないのかもしれない。うん。まあ、でも、見てはいるよね。まあ、世代的に見てればいる。うん。そう。結局さ、キャプテンハーロックもさ、そう、よくわからないままだし、そう、ねえ、マホロバ、そう、正直要塞マホロバもさ、そう、結局映画化されなかったしさ、うん、なんか、彼の中で出来上がってるものが、まあ、いろんな作品にいろんな感じで出てきて、もうなんか、その彼の世界観がどっぷり好きって人はやっぱ好きなんだろうけど、私はストーリーありきで、キャラクターのストーリーありきでやっぱり見たいから、まあそう思うと、まあなんか、いろんなところでいろんな設定になるキャラクターに、キャラクターをなんか追いかけていくのはちょっとね、辛くて、あまり好きじゃないな。でもね、トチロはすごく好き。うん。ハーロックはね、あんまり好きじゃないけど、トチロとね、エメラルダスはすごい好き。そう。銀河鉄道物語も面白かったね。そう。まあ結構見てはいるけど、見てはいるからって、まあ全部好きなわけじゃないっていう感じ。よいしょ。まあそんなわけで、なんか取り留めなくなってきたので、まあここら辺でやめたいと思うんですけども。そう。まあ、明日ね、問題はしたよ。そう、訳あり大トークしか聞いてない人もいらっしゃるみたいなので、そう、お話しますが、明日、3年ぶりぐらいにステージに立って歌うことになったんですよ。まあ、ステージの場所はね、割合と広い会場なのね。で、どれくらいのステージかわかんないけど、まあね、まあ、それなりのステージだと思うんだよな。そう、まあ、多ければ多分、聞いてる人が、まあ、1000人ぐらい？そう。1000人、2000人集まるところで、ダンスをね、私がダンスチームやってた時は、まあ、ダンスで、まあ、2万人、3万人の中で踊ったこととかはあるけど、そう、ソロで歌ってっていうのは、もう多分ね、初めてだと思うんだよね。そう、とは言っても、15分もらった中で、まあ、2曲歌いの、あとはトークで繋ぐって感じだから、まあ、別にね、そういう舞台立つからって緊張するってことはないんだよ。うん、まあでもね、まあ、歌詞が出てこなくて、歌えなかったりとか、まあそれはちょっと切ないから、そう、まあちょっとね、歌を、もう今日一日、明日もね、もう数時間あるから、あと、もう本番まであと40時間ぐらいあるから、まあ可能な限り、体に染み込まして、いいライブができればいいな、と思ってます。まあその模様とかはね、その模様とかはまあ来週一発目の、分かり合いと僕でお話していきたいと思います。まあぜひ楽しみにしていてください。そんなわけでね、今日は、昨日は本当、スプーンで聞いてる方、ごめんなさいね。YouTube でご覧の皆様、昨日は配信遅くなってごめんなさいね。今日はもう謝るばっかりですね。そんなわけで、マコネーでした。また明日。バイバイ。